抜けたドル円遅かしそして今は10月初頭この4年間この4年間10月に入ったドル円相場は下落を始めたそして年末年始にかけて大爆下げをして そしてこの4年間は何とか持ち直したしかし、今回のテナントフラッグでついにドル円は70円を突破して今回のドイツ銀行の破綻そしてソフトバンクの破綻で1ドル未曽有の50円台に突入すると。 そのような観測も出ております。今までドル円 f x で損をしている方、そして仮想通貨や草コインで思うように投資金額を上げられていない方は、ぜひ今回のですね、5年に一度のペナントフラッグ、 これはそうそうあるものではありません。ぜひですね、今回のビッグチャンス、5年に一度と言,言ってはいますが、5年に一度ではないですね。5年間待ったペナントフラッグがついに終焉を迎えたと。次のペナントフラッグは、えー、いつになるか分かりませんね。 トレンドが出て、トレンドが収束して、そしてペナントフラッグが始まるか、そこから5年間ですから、15年先ぐらいですかね。次の大チャンスはね。ですから、今回見逃したら、次は2035年ぐらいになってしまいますから、必ずここでですね、やはりあの、投資資金も1万円ぐらいからできますからね。ぜひこのチャンスを つかんでいただければと思います。はい、ということでね、今回は、えー、これちょっと間違ってるね、6日日曜日ですね。はい。<coughs> <coughs> えー、今回はね仮想通貨ではなくて、ドル円 FX なんですけれども、 えー、しばらくね、えー、ちょっとやってなかったんですよね、ドル円 FX フェクスの方は。えー、動画作ってませんでした。なぜかというと、むちゃくちゃ忙しくてですね、日本全国駆け回ってました。もう、そうだね、いつかな、6月ぐらいからかな、なんだかんだ言いながら日本全国行ってましたね。で、個人コンサルティング依頼がま、むちゃくちゃあってですね、 まあそれはもちろん、ノアコインの教室作戦が多かったですけどもね。はい。それと、あとは FX の方の、<laughs> FX 投資をやっ,てやっていきたいという方も多かったので、その、まあ、主に2つですね、えー。日本全国かき回ってましてね、えー、今回、今年は飛行機をね、使うことが多かったです。 私の家からはね、あの、羽田空港も1時間ぐらい、そして成田空港も1時間ぐらいでね、ちょうど真ん中にあるんですよね。で、金額も成田までは1000円ぐらい、えー、羽田は800円ぐらいかな。なのでね、ちょうど真ん中ぐらいにあってですね、あの、飛行機は本当にいいですね。まあ、名古屋とか大阪ぐらいだと新幹線で行っちゃいますけど、 まあ神戸とかね、岡山ぐらいだと新幹線で行きますけども、それより先はね、飛行機の方がいいですね。まあ、仙台とかも新幹線で行きますがね、まあ、飛行機の方が安いんですよね、なぜかね。はい、で本,題本日のお題なんですが、ついにその時はがやってまいりました。ドル円 FX ガチオ戦略ですね。ショートのポールポジションが取得できる絶好のタイミングですと。 1>, 1億円も夢ではありません。まあ1億円ぐらいはね、稼げますね。それでね、ショートのポールポジションって、ポールポジションって何か、まあショートってのは空売りのことね。はい。日本世界経済が悪くなってて、もう下ですね。下に行きます。で、ポールポジションっていうのは、あの、絶好のタイミングを取らないと、えー、いくらね、じゃいつでもいいのかと。いつでもいいのかって空売りまあドル円の、まあ売りですよね。 売りを入れたとしても、えー、ロスカットされちゃうんだよね。強制ロスカットされちゃうんですよ。うん、結局ロスカットされてからまた下行きますから。だから、一番いいポジションでショート、ショートポジションにいないといけないんですよね。でまず MT4 を見てみましょう。MT4 っていうのはこれねあの、チャートですね。で、昔のチャートですね。これが今年の4月とか5月。 2位、に皆さんにお伝えしていたチャートですね。これはもう突き足なんですが、えー、これちょっと大きくしてみようか。<laughs> これはですね、えー、ここの今年1月3日のフラッシュクラッシュも入れてないやつですね。で去年のフラッシュクラッシュと下は入れてます。ここも入れてますね。トランプ大統領が就任。 就任する前の底値は入れてます。そして、えー、その、えー、去年のその前ですね、2年前の底値も入れてて、今年のフラッシュクラッシュの104円は入れてないと。そうすると完全に底抜けてますね。底抜けてて、これし、上か、上行くのかなと思ったんですよね。でも、ペナントフラッグの先っちょまで来てますから、で、上行くのかなと思って下でしたね。で、これは8月なんですけども、大きく下に行きました。 大きく下に行って、ただ8月はね、例年8月でそころブレイクはしてないんですよ。で、9月に <laughs> リ,リバウンドがあってね、上がるってのは分かってたんでね。だから、あの、8月9月は動画をやりませんでした。このね、えー、ガチョ戦略のペナントフラッグのブレイクはやりませんでした。で、今10月でしょ。で、よく見てほしいんですけれども、 去年はね、えー、去年はね、ここここからですね、ここか、ここから落ちてるんだよね。でこれいつだったかっていうとね、えー、10月1日ですけど、10月4日ですね、10月4日に頂点をつけて下がってんだよね。でここから徐々に下がってきて、ドーンと下がって12月、10月、11月、12月ですね、そして1月に。 なんとか持ち直したんだけど今年の頭ねまあ今回もないですね今回ないですそしてその前はですねこの辺かなここですね10月1日ここで頂点をつけてその前の年だねそしてやっぱ落ちてるでしょこうやってやっぱり10月なんですよ10月初頭に落ちるんですよねで赤は落ち,落ちてるやつねそして次にここね ここはっていうと12月1日かでこれが10月かでここは1月かなんじゃはにまあ2年続けてですかね10月で落ちてますね結局そうですねここは1月から落ちてますね一月からその前の年はねさそしてここはこの辺くらいか かなここら辺から落ちてるねでもね、うん、この辺この辺から落ちてのが大体ね10月って年末は危ないんですよね、うん、年末はすごく危ないです、はい、ちょっとこれ出てこないですねなので、えー、まあ2年連続、えー、そうですね2年連続で10月に落ちてますねで去年は10月4日 他に落ちててのは分かる知ってましたこれは僕が、えー、ディズニーシーでね、あの例の会議、えー、33会議をね、やってた時に、まに、あ、落ちるっていう知らせがあったので、私はあのその会議中にですね、えー、スマホでショートポジション入れましたからね、トップでポ、ね、ールポジションでね、ドガーンと落ちましたね。はあ、そのポジションまだ一位持ってますけどね、<laughs> それ以上114円50銭いってないからね。 今年行かなかったですね。112円までしか行かなかったですね。はい。で、これと落ちるということですね。で、これね、それで、ちょっと前までは、このポールポジションあの、ペナントフラッグは、今年の1月のフラッシュクラッシュの110 104円を入れてないんですよ。それで、今回入れたやつをこっち作ったんですけれども、これが、これじゃないね。こっちですね。<coughs> これが今年1月3日のこれですねフラッシュクラッシュ104円を入れたんですよ。そうするとこっちがつかないんですけどね。で、ここはついてますでしょ。そうするとまあ8月でやっぱりブレイクしましたね、一旦ね。そしてそこのけブレイクして一旦リバッタんだけど中、えー、入ってますけど、まあ、おやっぱ落ちてますねで。10月はもう落ちるのでこのままストーンと落ちてきます。 なので、えー、ちょうど良かったかなと思います。そんで、まあ、ボリンジャーバンド的には、えー、そうですね、ここはマイナス3シグマついてないですね、こうね。うーん、8月はついてないですね。ここはついたんですよね、1月はね。だから上がったんですけど、ついてないからやっぱり下がりますね、10月はね。そして、 <laughs> 最後に極めつけはですね、これですね。一目均衡表で、やっぱり雲を底抜けてるんですよね、今回ね。8月に底抜けましたね、ここ。ギリギリ、7月は大丈夫だったんですけど、雲の中ね。8月は底抜けて、で、9月はまあ上がったんですよね。9月リバルからね、大体ね。で、10月、やっぱり底抜けそうですね、もう。で、この、 えー、これ200日移動平均線かな。200日移動平均線でいつもこう、そうですね、去年の頭もサポートされたし、今年の1月3日のフラッシュクラッシュもサポートされたんですけど、で、今年、今8月もサポートされてるんですよ。だから、この200日移動平均線は非常に強いんですけど、ここね、えー、ここ1年前と今年の1月3日ですね、1年半前か。 1>, 1月3日、そして8月もサポートされてますが、この200日移動平均線のサポートが終われたらもうアウトなんですよ。で、このサポートまでの間がですね、どれぐらいあるかなんですけど、<coughs> 結構ありますよ、これ。今、ここでしょうん、だから、2円57銭ですからね。257ピップスもあるんですよ。 これ抜けたら、ショート入れるって言ったら、もったいないよね。やっぱり257って言ったら、100万通貨入れたら257万円ですからね。で、まあ、福利計算でいければ500万ぐらいになりますからね。じゃあ、もったいないから、やっぱりもう今、ショート入れた方がいいんじゃないですかね。うーん、入れた方がいいと思いますね。で、先週のね、先週の金曜日、雇用統計があって、まあ、ちょっとだけ数値が良かったんで上がったんだけども、 やっっっぱり下がってきちゃったんだよねうん全体的な流れとしては、もうアメリカ経済ダメだってことで、雇用,系雇用統計の数値、いいんだけど、落っこつるんですよね。で、明日のですね、<coughs> 10月7日月曜日は中値なので、朝のですね、中値の、日本時間の中値、9時40分から9時55分までは上がると思うんですよね。だいぶ上がると思うんですよ、20ピップぐらいはね。 その後の下げが非常に大きいかと思います。そこからもう溝有の、えー、だから明日のですね、朝の10時15分から10時半ぐらいからのですね、えー、中に終わった後のですね、えー、空売りはすごい大きいと思うんですよね。明日はひょっとしたら、まあ100ピプスぐらい下がっちゃうかもしれないね。こんだけ落ちてるからね、<laughs> こんだけね、これ1週間でね。 ISM 製造業指数とか非製造業指数が非常に悪いんですよね。だから、まあ、これもダメかなと。ダメかなと思ってます。それで私、日本講座の方では、えー、ここはね、夜の ISM 製造業指数が悪くて、こう、ドコンと落ちたんですよね。で、これ私は今最近夜やらないことになってるにしたので、えー、76ピフス取れてないんですけど、その次のね、えー、エリオタハードの第2波、 第3波って言うんだけどね、本当はね。まあ、第2波、はここからショートを入れてるんですよね。DMM ではね。で、一時、124ピプスを取得してたんですが、えー、まあ、ガチ保戦略ですからね、ガチ保戦略ですから、えー、今は82ピプスとなっております。 はい。まあ、一時ね、えー、60ピップスくらいまで、ね、下がったんですけど、半分くらいになったけど、また増えてます。で、こういうようにですね、ガチ保全戦略ができるんですよ。で、まあ、素人の方は、FX 初めての方は、まあ、ガチ保した方がいいですね、とにかく。で、縦値で決済すれば、プラマイゼロですから、損失ないですからね。で、一時ね、100万とか、5000万とか、1億あったんだけど、縦値まで戻ってきたらゼロになっちゃったと。言ったところで、 まあ確かにね、一時1億あったからそこで決済すればよかったんだけども、まあ、とにかく実質的にはプラスマイナスゼロでね、実害はないものですから、それはいいんじゃないですかね、1, 1億が2億になるかもしれなかったし、1億がロ円になっちゃったと。ただ今回は、えー、だからそういう意味でね、8月でショートポジション入れるのをやめたんですね、ここでね。この、これでやめたんです。なぜかって言ったら9月に戻ると分かってたから。でも10月はその先ね、 暴落するって分かってるんで、この 2, 2年、まあ、あと3年ぐらいのね傾向で、10月にようやく大暴落が来るって分かってるんでね、こういうの、こういうのね、こういうのとかこういうのとかこういうので分かってるので、えー、今回は未曽有のですね、まあ、70円、ひょっとしたら50円きますね、今回ね。アメリカ経済がね、まあ、破綻する可能性があると、まあ、もちろん韓国、 えとかね、中,中小国っていうのは、まあ、破綻する可能性が非常に高いよね、やっぱりね。だから世界大恐慌が起きるでしょう。その時に、えー、ドルのショート、ドル円ショートポジションを持ってたらですね、もうどれだけ億万長者になるかわからないですね。で、えー、ガチョウでずっと持っててね、途中で決済しちゃダメですね。決済しないで含み益がものすごい出るので、えー、またポールポジション、まあ、戻り売りの時に、 戻ってきたときにこういう頂点のところでショートポジションをどんどん打っていきます。そうすると、ふくりがふくりを読んで、えー、あっという間にね、まあ、最初の、えー、不調骨金が多ければ多い,いほどね、えー、増えます。で、最,、まあ、最初はね、えー、そうだな、僕としては150 0 0万通過ぐらい打っときたいよね、最初ね。一番最初が一番重要だからね。ただ 怖いでしょうから皆さんは20万通貨とか10万通貨でも結構だと思います。で10万通貨だったら10万通貨ポジション取るのに、まあ、1万,万3000ぐらい必要だから、えー、2万円、1万円入れれば2万円になるからね、はいあの。5万円までは倍になりますからね。なので1万円入れて2万円、そうすると10万通貨かぶち込めるので。 えー、ポールポジションをうまく取ればね、あのー、マイナスになりませんから、それでいけばいいと思います。はい、それでね、えー、っと、テクニカルチャート分析結果なんですけれども、<coughs> 今言いましたけれども、5年に一度のペナントフラッグは下抜け確定ですね、これね。えー、見てもらいました通りですね、5年に一度の、まあ、この5年に一度。 これは下抜け確定してますよね。で、8月底抜けて、様子見たんですよ。8月、9月で底抜けることないから。で、9月リバウンドして、10月やっぱり底抜けそうですね。で、底抜けてからですね、エントリーしたら遅いんですよね。だからちょうどまあ、えー <coughs>、今週にポジション取ると思います、いいと思いますね。で、完全に底抜けブレイクするでしょうね、これね。うん、上上がんないですね、もうね。 はい、おめでとうございますって感じですね。もうダメですね、これね。で、こういうところがピンバーが出てるんでね、こういうところは。ピンバーが出てるんですよね、こういうところがね。ピンバーが出てるので、もうこれ下ですね、完全に。うん、ここら辺もピンバー出てるでしょ。これもピンバー出てるんですよね。なので、今回は、えー、そうそう、ここら、ね、辺ピンバー出てますからね。まあもうダメでしょうね、ここもピンバー出てますからね。 下でしょうね。もう完全にしたでしょうね。はい、次にですね、2番目。実際には8月に下抜けたが、9月にプルバックがあることは分かっていたので、今回がチャンスと。もう今回最後のチャンスですよ、10月は。11月、12月になって、あー、やっぱりやればよかったと思って、先生お願いしますって言ったところで、えー、っと、ポールポジションの、ポールポジションが取れないんですよ。だから、レンジになりながら、やっぱり下がっていくんだけど、 あの変なところでショートポジション取るとね、プルバックってってあの、戻ってきて上がってくるんだよね。でそれで強制ロースカット受けてあの、損しちゃうんですよね。でもやっぱり下行くんですよ。はあみたいな感じになっちゃうので、やっぱりポールポジションっていうのはピンバーが出たところじゃないとだめですねで。3番、各4年間毎年10月初頭に下落トレンドが始まっている。4、1目銀行票が完全に雲を下抜けたと。 下抜けましたね、これね。まあ、世界のねあの、大口ヘッジファンドは、あの一目金庫品を見てますからね。これ見れる人ってほとんどいないんでね。下抜けたでしょ。で、これ、何年間下抜けてないこれ。結局、ここら辺ずっと上にいたでしょ。だから今、ここだとして、ここが下ですよね。そうすると、 いやえー、っと82ヶ月ですね。82ヶ月って言ったら7年間ぐらいですね。えー、7年間上昇トレンドだったんですよ。雲を上抜けて、雲の上ずっといましたよね。で、雲を押して抜けて、雲をまた下抜けたのが、えー、そうだな、ここ、こっからですよね、じゃあ。8月からここだから。 78か月ですから、やっぱり7年間ですね。7年間ぐらい、6年と何か数か月ですね。これはなかなかないですよね。そして、リーマンショック、まあ、サブプライムショックがあってリーマンショックがありましたよね。でこれが2007年の、まあ、ここですね。2007年の7月ぐらいにサブプライムショックがあって、その後リーマン、 リーマンショックがあったと。まあ、11月ぐらいですかね、リーマンショック。これですね、これ。ドーンとしたヒゲがすごいですね。んで、下がってきちゃいましたね。で、プレバックってこういうね、戻りがあるんですよ。揺り戻りがね。で、これ、揺り戻りだけでも、実はここからここまでが、えー、1500ピプスあるからね。15円も、15円戻ってるんですよ。1500ピプスって言ったらすごいからね。だから途中で、こ,この辺でね、ショート入れても、 やっぱり300ピプスぐらい担がれちゃうんだよね。で、ロスカット受けた瞬間にまたドーンと下がるわけ、これ。ものすごい下がってますからね、これ。こっからここですよね。2297ピプス。22まあ、23円下がってますから、2300ピプス。100万通貨入れてれば2300万。まあ、福井で計算すれば5000万はいってますね。ここだけで5000万いくんですよ。 じゃあ、ここからね、入ったらどんだけいくかと。ここから100万通貨出てたら、福利、ここまでですよね、4600ピプスだとして、えー、普通に100万通貨、まあ、ガチ保してれば4600万、ねで。たまにね、こういうピンバーのところで、えー、追加投資っていうか、まあ、利益出てきますから、で、これを利益出た分を、まあ、ここでまた追加していくと。 そうすると、まあ、1億はいきますよね。で、100万通貨っていうのは、えー、13万円は必要ですからね、証拠金がね。海外 XM 使うとね、えー。ですから、倍 <coughs> のですね、まあ、26万、26万ぐらいの証拠金で、1億はいきますね。1億はいく。だから2億欲しいんだったら、十、えー、5だから、五、まあ、0万ぐらいでいとけばいいですね。50万でいとけば2億いくって感じかな。 ただこれ、前回ですけどね、75円、だから、これ、サブプライムの本ショックで、リーマンショックがあって、まあ、これからですよね、リーマンショックがあって、まあ、2億いくでしょうね、50万あればね。はい。そして、まあピンバーのところでうまくいらんないためですよ。途中でこんなところで、また追加で、なんあの <laughs> ポジション取っちゃうと、プルバックするからね、まあ、これ大丈夫だと思いますけどね。 はい、こ,れここでね、ちょうどよく追加投資していくんですよ。そうするととんでもない金額になりますから、まあ、下手すりゃ5倍だから、5億円ぐらいになるかな、100。15万が5億円ぐらいになるかな、なるんですよね。<laughs> 海外の、海外の FX は、あのレバレッジが888倍まで使えますからね。で、ここでね、ほんで、ここで決済して、今度はロング入れるだけでいいんですよ。これも これも同じですよね。ここと高さは一緒ですからね。これも、まあ、5億。合わせて10億だったもんね、これね。うーん。まあ、だから経済の金融の力っていうのはすごくてですね。一生働いても稼げないお金を <coughs>、数年で稼ぐことができるんですよね。で、じゃあ、いつでも稼げるのかって言ったらそうでもなくてですね。 えー、ずっとこう、レンジだったんですよね、ここからずっとレンジで、まあ、たまたまこれ下がって上がったってなるんですけど、まあ、もうかんないですよね、こんなのね。だから、ここら辺までレンジなんだよね、えー。52ヶ月間、53ヶ月間ぐらいレンジだったんですよ、4年間ね。もう丸4年間ぐらいレンジだったので、えー、儲かった人はほとんどいないと思います。ここでね、ガチ欲しここでショートでガチ欲し人たち、してた人は、もう、プルバックで戻っちゃったからね。 うん、じゃあ今度ロングだったこ今度ショートでしょじゃあショートだったロングだし、ここら辺で全部なくなっちゃったと思います。で、またね、<laughs> 前回と同じようにこういう大きな波が来るんで、うん、これ、あの、10年とかに一度しかないですからね、こういうのは。<laughs> 本当にねあの、このチャンスをです、ね、逃さないでほしいと思います。 あの今回のガストも、そうだな、15年とか20年、だいたいだって前回のショートの波が来たのが2007年でしょ、これ。2007年のサブプライムローンとショックとかリーマンショック2007年ですよね。だから今から12年前ですよね。ん、だから相当、今回のガストも相当来ないですよ。もう一生来ない人もいるんじゃないですか、だから。 だから、今回もグイーンとした、えぐるでしょ。グイーンってえぐってくるじゃないですかで。今回60円とか50円いっちゃうと思うんですよね。だから相当儲かると思いますよ。グイーンってえぐってですね。まあ、戻るんでしょうね。はい。今回は非常に、うん、この地高、コスチコスパーもマイナス入ってますからね。チコスパーもマイナス入ってますね。やっぱね。 まあもう持ちこたえられないでしょうね、これはね。うーんちょっと厳しいかなと思いますね。地高パターンはやっぱりマイナスですね。うーん地行パターンがこの200移動平均線にサポートされてますね、この地行パターンもね。もうそれそうか同じだもんね。ここもサポートされてるんですけど、これ割ってきたらもうアウトなんで、もう割りますね、これね。で割って 見ててもしょうがないんで、えー、さっきも言いましたけど、260ピースもあるんでね、100万通過で言えば、ここで260万も取れますから、まあ、福利でやると400万ぐらい取れますからね、ここちょっとしただけでね。だから、まあ、もしね、お金困ってて、一財産ちょっと必要なんだと5000万とか1億とかね、まあ、借金返済で必要だとか、まあ、家族が病気でね、ちょっと心臓病の手術で2億3億必要だっていう方は、やっぱり、 うん、やった方がいいと思いますけどね。グーってグってきますからね。でガチ押してればいいんだ。FX 初心者でも。まあ、ガチ押してれば1億ぐらいになると思いますよ。まあ、ちゃんと、ちゃんとやれば、まあ、2億か3億になるんだけどね。まあ、1億でもいい,いいじゃないですか。うん、いくら必要なんですかさ100万通貨だからまあ、そうだな安。安全持って26万あればいいですね。最低でも20万あればいいですね。1億になるんでね。まあだいたい、大体、 何度も言いますけども、ニコニコ生主のね、グフフさんという人が数年前に、えー、持ち金20万円をですね、わずか3ヶ月で6億円にしましたからね、まあ、そういうですね、あのー、特徴があります。FX はね。はい。で、次にですね、ガチョ戦略の優位点というのがありまして、1番、FX 初心者の方でも多くを目指せると、1億円以上を目指せます。 で2、チャートを見てなくても OK。決済差し値を入れておけば、いつの間にかお金が増えていますと。まあ、安全に行くなら80円ぐらいかな。80円ぐらいで、売り差し値入れておけば、いつの間にか決済されてるっで全然大丈夫です。見てなくて大丈夫です。ただね、ID とパスワード忘れちゃうとね、あの、ログインできなくなっちゃうんで、それだけですね。あと三、未曽有の大福況が来るので、未曽有のお金が手に入る。ひょっとしたら、まあ、60円、50円ぐらい行く可能性がある。 そうすると2億か3億ぐらいになるよね。で、4、わずかな資金で億万長者になるラストチャンス。まあ、まあ、ラストってわけじゃないんですしょうけれども、まあ、15年から20年スパンで一度の大きな、本当に大きなチャンスなので、まあ次、今回逃したら今度15年後とかになっちゃうからね、まあそれは残念ですよね、やっぱね。で、重要なポイントとしては、 1一番、10年に一度のチャンスを狙うには、まあ、10年とか15年ですね、水平線と移動平均線などを用いた正確なテクニカル分析が必要であり、完璧なポールポジションを取らなければなりません、ピンバー出現を抑えるということで、えー、じゃあいつでもね、あの例えば XM 講座を解説して、XM っていうのは海外の FX 講座ね、そして、追、まあ、い証がないからねあの、いいですよ、本当に。 損しないからね、あんまりね。あの、入金した金額以上は損しないんですよ。海外はね、本当に。えー、利用者保護の観点からやってます。ただね、いつでもね、ショートポジションに入れていいのかって言ったら、そうでもなくて、えー、テクニカルチャート分析をして、今だここだっていうところに入れないと、すぐにね、プルバックってって、揺り戻しが来てですね、損切りされちゃうんですよね。だから、あのここだっていうところでやれば、もう、あの、 あとは3年か4年ぐらいも、まあ1年でもいいですよ。もう半年でもいいんだけど、例えば途中でね、本当にお金が必要になって2000万でいいから欲しいって言ったらそこです、あの、利益確定すればいいですよ。自分でね、ポチッと押せば、チャリーンって2000万、まあ1億2億いったんだけど、まあ,あの今今お金 <laughs> 必要だからってことで2000万でいいし、逆にまあ半分だけ決済してもいいと思いますよ。で、2番目、最初に大きい玉を入れて、まあ玉ですね。ポジションですね。 入れておき、その後、えー、含み液を用いて追加玉を入れていく。まあ、ポジション、追加のポジションを取っていくということですね。で、このことで、福利が福利を呼び、4年で2億円程度は、まあ、前回実績ですけど、いきますということです。<laughs> 具体的な方法といたしましては、まあ、1番目、海外 FX 講座、XM を解説するですね。まあ、これ、動画作ってありますので、見てくださいと。あ、見方わかんない。 見方わかんないけで私もね、ちょっとね、整理整頓してないんで申し訳ないんですけども、どうしようかなあの、動画解説欄をもうちょっときれいにしますね、えー、順番通り見ていってくださいっていうようにしようか、えー、ここでですね、まあ、私の動画見てもらってると思うんですけども、えー、っと、中野裕二と入れていただきまして、ありますよね。 で、これでですね、あこれちょっと止めていただいて、ここ、XM の新規講座解説と MT4 の詳細設定ってあるんですよね。で、ここにですね、ここに、あの、いっぱいあるんで、これ見てくださいってことなんだけども、ここですね。ただ、どの順で見ていったらいいかわかんないよね。だから、あの、これさ、えー、動画解説欄、これもっと見るのね、ここのところの一番上に、この順番で見ていってくださいっていうふうに、 書いた方がいいかな。で、ほんと分かんないよね、これね。いっぱいあるからね。分かんなければ、えー、っと、私まで電話、お電話いただければ、まあ、あの2万2000円かかってしまいますけれども、プラス交通費、まあ、あのご自宅まで行くんだら交通費、松戸駅まで来てくれるんだったら、交通費とか宿泊費はかかんないんですけど、2万2000円だけかかっちゃうんですけども、コンサルティング費はね。 MT4、えー、MT XM 講座の講座解説 MT4 の導入とスピード MT4 の導入とあの使い方ですね、教えてあげたい、あげますので、えー、携帯電話ね、ここに書いてあるんですけども、ここですね、もしわからない場合にお,、ね、お電話ください、日本全国どこでもお伺いいたしますということで、0901281504までお電話ください、ただね、あの私自身も FX やって稼いでますから、あの、<coughs> ままああ時と、まあだあの誰でも彼でもその行くってわけじゃないんですよ。えー、あ本当にねあのお金がなくて、えー、今本当に、えー、借金返済困っててですね、えー、お金が本当に必要だという方を優先してですね、まあ、方のみというかね優先して、 えー、FX の方は、えー、パソコン設定。まあ、スマホだけでもいいんですけどね。パソコン設定、スマホ設定をして、えー、やり方を教えてあげております。まあ、それでね、あの、借金を返済していただいて、まあ、人生をですね、再度やり直していただけるのならば、いいなと思ってるんですよね。だから、ちょっとね、動画を見る順番、これわかんないよね、これじゃね。 わかんないですよね。だから、ここにちょっと書いとこうかな。それか、そうですね、この下の方に書いとこうかな。じゃあ、こら辺んそうですね、書いときますね。はい、一番上に書いとこうか。ここにずっとね、この順番で、えー、動画をご視聴くださいって書いておきますので、それを見てください。 はい、そうですね。だから、まあ全部これ動画1本ずつ作ってあるんですよね。そのがいっぱい作ってあるんですけども、海外 FX 講座 XM を解説する。に MT4 をインストールする。3、スピード MT4 をインストールする。4、FX 講座に入金をする。5、ポジション取得タイミングを待つということですね。で、終わりです。私もね、あの、やっぱりね、 29歳で独立起業して、ですね、まあ、最初は真っ当な仕事をずっとやってましたけど、大、え、体、ー、いい40歳過ぎて42歳ぐらいかな、42歳ぐらいの時にですね、き、え、に、ー、まあ、うつ病とか、3回ぐらいうつ病になってるんですけど、もうどうも体が動かないんですよね、40歳過ぎるとね。で、まあ、どっか、えー個人あのー、経営コンサルティングでね。 やっても体が動かないし頭も鈍ってくるんだよね。で、若い人の方が優れてたりもしてきちゃってね、時代についていけないなっていうのもあったんですよ。それで、えー、まあ借金もあったしね、どうしようかなと、これからね、どうやって食べていこうかなと。で、やっぱり <laughs>、真っ当な仕事っていうのは、えー、まあ、いわゆるさ、 レッドオーシャンって言って、競合他社がいっぱいいるんだよね。大企業もいるからね。中小企業もいるから。あんで世間狭いからね。どうしてもいつも走ってないといけないんですよ。一生懸命走って、神経尖がらせてね。で、いつもガミガミ言ってないといけないんだよね。でもそういうのも疲れちゃったんですよね、僕もね。で、も疲れちゃってしまって、もう競争相手もなくね。 えー、ゆっくりとですね、しかも、えー、自分一人の世界でお金を稼げる、えー、ものはないのかっていうものをね、ずっと探してたんですよね。自分の努力だけで、えー、それが評価されて、えー、お金につながると。で、競合他者との比較なしにね。えー、そして、まあ、今までの借金も返済できて、えー、今後ね、えー、末永くですね、幸せな人生が送れると。 うんいうまあ、そして、えー、願うくば、えー、周りの人、困った人を助けられるぐらいのお金がね、えー、あるようなことってな,ないのかなというのをずっと探してたんですよ。その中で、えー、テレビ見てね出会ったのが FX ですねで。株も最初やったんですけど、えー、日本株はね、やっぱり難しいですね。いろんな 悪い人たちが相場操作してるので、相場操縦してるので、やっぱり騙されちゃうんですよね。あ、上だと思って入れると今度下になるとかね。すごい騙されるので、えー、小さいマーケットでのです、ねえー、取引っていうのはね、やっぱり素人には無理ですね。もうどんどんお金なくなっちゃうだけなんで。はい、しかも株はですね、えー、一声50万から100万。 100万、200万ぐらいないとですね、あの、儲かないですよ。しかも、100万あっても、まあ、1日2、3万しか儲かないんですよね。で、信用取引も3.3倍ぐらいしか使えないんで、レバレッジが効かないんですよね。その点、で、追い証があるんですよ、株っていうのはね。だから、マイナスに行った時に、ものすごい金額が後で追加で支払わなくちゃいけないんですね。で、それは、日本の FX 業者も一緒なんだけれども、 日本の FX はレバレッジ最大25倍まで効くんだけどね。株の信用外だと3.3倍ですけど、それはそっちの方が FX の方がいいんだけど、ただ日本の FX もですね、あのお衣装が発生するんで、とんでもない金額請求されちゃうんですよね、後でね。で、やっぱり知ったのが海外ですね。えー、お衣装なしと。ゼロカットシステムっていうのがあってね。これはまあ国連とか OECD とかですね、利用者保護の観点があってですね、 えーまあ、入金したお金以上を取ることは無効だという、ねあのー、裁判事例があるんだよね。それでゼロカットになってるんだけど、日本はなぜか利用者保護がないんですよ。土地建物全部取られちゃうからね、やらない方がいいですよ。日本の,日本の口座の株、FX 絶対やっちゃだめですよ。海外でやらないと、はい。海外でやれば、例えば10万入金して10 100万の損失出ても10万円しか取られないんですから。 それ以上、90万円はチャラになりますからね。でも、プラスになったときはいくらでももらえるんですよ。1億の利益になれば1億もらえるしね。それは本当にいいことかなと思っています。はい。ということでね、今回は、これですね、えー。ついにその時がからやってまいりました。ドル円 FX 価値保戦略。ショートのポールポジションが取得できる絶好のタイミングですと。 1>, で1億円も夢ではありませんということで、一応ね、あの中野研究会っていうのがあって、まあ、毎月 1, 1万1000円払ってもらってるんですけども、LINE グループで、えー、話したりですね、今はね、これから毎朝ですね、ライブやって、<coughs> 毎朝のですね、まあ、ガチ保戦略はガチ保戦略もやるし、ガチ保戦略は、まあ、あとガチをしてればいいでしょう。で、その他に、 えー、毎日のですね、まあ、ご当日とか、毎日朝のですね、えー、中根ってあるんですよね、えー、日本の大銀行がドルを買いまくる時間があるんですけど、まあ、中根戦略っていうのを今やってます。であの高い確率でね、えー、儲けられますからね、中根はね、えー、それで、えー、毎日コツコツ、まあ、数万から数十万ですね、毎日稼いでると。 あとはガチを戦略っていうのがあるので、今やってるって感じですね。なのでね、ぜひ皆様も、まあ、中野研究会入っても入んなくてもいいですけどね。もし、あの、ポールポジションの取るタイミングがわからないっていうのはあれば、まあ、最初の1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、中野研究会入ればね、ガチ法のタイミングっていうのは伝えますんでね。はい、それを参考にしてくれればいいかなと思います。まあ、あの、借金返済でね、困ってる方、または、 えー、いっぱいあるでしょ。うん、ちょっと、子供の教育費とか、えー、子供が大学行くとかね、えー、結婚するとか、それでちょっとお金が必要だっていう方は、えー、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。まあ別に10万じゃなくて、1万円でもできるしね。1万円だったら1000万ぐらいかな。うん。<laughs> 頑張ってみてください。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。